仕事と関係ない自分の人生、どういう人生を自分は生きていきたいのか。All right, thank you so much for checking out Chris's Room. イエーイ、本当に見てくれてありがとうございます。心から感謝しております。本当にね、忙しい中、通勤中とか家でね、こんないっぱい楽しいことができるんだけど、僕のビデオを見てくれて、もう本当にこんな幸せなことはないです。本当にありがとう。なんか面白いことを今日伝えたいんですよ。それは、大好きなことを仕事にしようって、これもちょっと深く考えると、やっぱりね、doing something great with your life。の愛せる仕事をする、ね、スティーブ・ジョブズが言ってたグレートなことを仕事にする、愛せることを仕事にするっていうレベルまで持っていきたい、まあ、持っていくっていうことですね。この4本シリーズもう正直言ってめちゃくちゃ長いです。でこれをね本当にね最後まで見ていただいて、もう本当にもう感謝の気持ちでいっぱいです。でね、今日はねこの最後の4本目のシリーズなんですよね。1本目が好きなことにした方がいいよ、2本目は得意なことをやった方がいいよ、自分の才能は知らないとな。で3本目はこれもねやっぱりすごい大切なんだよ。好きなことで得意なことやってんだけど、ブラック企業だったら意味ないよなって、じゃあ自分はどういう、ね、環境がいいのか、これはまず自分で決めて自分で探し出していくと見当たることなんだよね。待っててもねあんまり来ないから、自分で何が欲しいのかっていうのを理解してると逆に探せんで旅に行けるっていう話がありました。で今日はね意外と俺も忘れてた、意外と多分みんなが忘れちゃってること、話したらあそうだよね当たり前だよっていう、すごい簡単なんだけどちょっと深いことなんですよね。それは仕事と関係ない自分の人生なんですよ。どういう人生を自分は生きていきたいのか、ライフスタイルっていう言葉があるんですよ。ね、でちょっとその人生って言うとブーってなっちゃうから、ちょっとライフスタイルみたいにして簡単に考えるといいかもなって僕は思っております。で、ね、僕がお伝え今日お伝えできればと思っているのは、人生はライフだよ、キャリアじゃないよっていうことなんですよね。でさ、これね、あなたはなぜ働いているんですか。なんで働いている。僕は昔ね、なんで働くんだろうって本当に真剣に考えたことあったの。もう幼稚園の前から塾に行ってて、で幼稚園行った後に塾行って、サマーキャンプ毎年行って、でやっといい小学校入って、で今度中学で落ちちゃうから他の人に負けるからもっと塾行かないといけないって言って、で土曜日も小学校行って、その後の塾行って、塾週3回行って、家庭教師が週2回みたいな、で中学入って、で今度また高校に入るためにもっと塾やって勉強やって、で今度高校入ったら今度大学に入るためにもっと勉強して、で大学に入ったら今度またそこでめちゃくちゃ勉強して、でなんでって言ったらいい会社に入るため、そこで終わり？違うよ、そこから始まるやろ、社会人になって、でここでなんか部長になるためにもっと頑張って、やりたくない勉強とかやりたくない仕事をずっとやってて、いつ終わんのって言ったら10年20年じゃないよ、これ40年やるんですよって、で引退して、で引退したらやっと自分の好きなように生きていいんですかって、でこれを若い時に考えてね、これ相当やばくない？思って本当に迷った時があったんですよね。でまさに本当にこの学校の教育のエレベーターっていうのが世の中にはあると思うんですよね。だから本当に何のために働いているのって言ったら、中にはいやそれが普通でしょって答える人も中にはいるかもしれない、ね、いや親がこういう会社に入れって言ったから入ってんだよ、いやもちろん自由に働きたいけどそんなことダメだよ、 お父さんと問題になるから、俺はそうだったから言える、うん、めっちゃ揉めた、自分のやりたいことってお父さんとめっちゃ揉めた。でね、なそうやってフィロソフィーみたいな感じの深い面もあるんだけど、まあ、すごい柔らかく超簡単に言うと、ね、なんで働くのって超簡単にすると、まあ、マズローの5段階っていうのがあるじゃん、ね、ここら辺にちょっとつけれればいいと思うんだけど、やっぱりね生活だよね。正直言って、
ね、水が飲めないとか、家賃が払えないから寝る場所がないとか、ね、その食事も自分の食事買えないとか、そんなその生活のために働くのって結構普通じゃないかな、ね、結構多い人は生活のために、ね、生きるために働いている人が結構いると思うんだよね。でそうなるとあなたは生きることがメインのフォーカスであり、でそのために働いているよね。だからそういうふうに考えると、ある視点から見ると人生ライフスタイルっていうのがあって、人生があって、それをかなお金でのエネルギーっていうか、お金できるようになってくれるのがこの仕事であるね。で特に本当にやりたいこと、心からやりたいことをまだ仕事にやっていないっていう人、まだっていうか、まあね、やらなくてもいいんだよ別に、でもやってたらすごい幸せですごい最高だよっていうのが、まあだからもしそういう考えもなくて、やりたいことを仕事にできるっていうのも知らないね、で嫌なことをやらないといけないっていう人たちは、特にその生活のために働いてんだよっていうスタンスが多いかなって僕は思うんですよね。でね、この僕が言いたい話、このライフ、人生を優先するっていうことなんだけど、これはね、ね、本当に仕事で頑張ってくれている素晴らしい人たちは、これね、よく忘れちゃう話だと思うんだよ。いや、本当にね、日本みたいな素晴らしい国はね、めっちゃ頑張ってくれてる人がすごい多いんだよ。本当にね、嫌な仕事なんだけど、毎日、ね、2時間の通勤をやって、自分で頑張って、ね、子供たちの勉強に行けるように、塾に行けるようにとか、本当に偉い人はもう涙が出るほど山ほどいるんだよね。でもこの中でたまに何のために働いているのかっていうのを忘れちゃう時もあると思うんだよ。どういうことかっていうと、自分がやりたいこと、自分の人生で楽しいこと、そこにフォーカス、そこにも自分のエネルギーを分けないと、そういうのができなくなっちゃうんだよね。まあ僕がよく言うのは、その平日週末連休バカンスに分けるといいよって、自分がやりたいことで、例えば平日の場合だったら、ね、友達と会いに行って飲みに行くとか、ね、夜ちょっと早めに帰ってウォーキングデッド今夜だけ5本見ちゃおうとか、そういう、ね、楽しいさあるじゃない、ね、平日の楽しみっていうのがあるんだよな、ね、朝ちょっと公園にジョギング行ってヨガやったりとか、そういうのもありかもしれない、ね、で今度週末楽しいことができる、映画見に行ったりとか、ちょっとしたハイキング行ったり、公園に遊びに行ったり、美術館に行ったりとか、カフェに行ったり、ショッピングしたりとか、ちょっと平日ではまだできないけど週末だったらできる。でバカンスとかだったら本当に国とかだよね、タイに行く、インドに行くとか、アメリカ行くとか、ドイツに行っちゃうとか、ヨーロッパ行くとか、そういう自分のやりたいことがあるよね。でもそういうところにもフォーカスして、意識してエネルギーを与えていかないと、本当にね、種をまいてちょっと育てていくみたいな感じなんだけど、そういうふうにそこもしっかりテイクケアしてあげないと、それができなくなっちゃうんだよね。で例えばこれが個人の場合だったらまあまあまあいいんだけど、これが今度家族とかになったらどうすんのっていう、そこにちょっとお話したいんですよ。だから例えばそのね、僕の知り合いで昔サラリーマンやってた時にすごい頑張ってる偉いサラリーマンの友達がいたんだよ。本当にもうね、いつでも徹夜する、本当に偉い人だったよ。で通勤時間は1時間半ぐらい で超頑張ってんので、家にいないんだよね。家にいないで本当に頑張ってくれてて、ある日子供の誕生日があったんだって。で子供が女の子なんか5歳 で奥さんもすごい楽しみにしてて、なんかさ、その風船とかさ、ケーキとか、なんかチラチラピカピカするやつとか、パンってやって打つやつとかさ、でキャンドルとかろうそくとかも用意して、で奥さんと子供が夜待ってたんだって、パパのことを帰ってくるのを楽しみにして。でちょうど ね6時ぐらいに出れると思ったんだけど、ちょうどその時に課長から、おい、この資料を明日クライアントのために、でっかいクライアントだからね、これ叩き台、何ちんだっけ、なんかやってくれっていう資料のやってくれって言われたわけよ。ですっげえ大変な資料で、
で徹夜したわけよ。で子供がさ、自分の誕生日でさ、誕生日ケーキにさ、ね、キャンドルつけてさ、ろうそくつけてさ、パパのこと待ってんだよ、奥さんと一緒に。でも仕事だからそれに行けない、ね、でこういうのが重なっていくと、ね、自分の人生だけじゃなくて自分の家族の人生とかにも影響が出てくると思うんだよね。もちろん恋愛関係とか親と子供のリレーションシップとかにも出てくると思うんだよ。どういうことかというと、その働くことでそういうふうにいっぱい頑張って、ね、働くと、こういうことを、ね、自分の人生を大切、その人生が大切なんだよっていうのを忘れやすいと思うんだよね。仕事以外にも自分の人生をどのように生きていきたいのかっていうことを明確にして、でそこに進んでいくこと、それがこの愛せるキャリア、愛せる人生に出会うためやっていく中には必要なことだと僕は本当に思っているんです。でこれを実際にできるには、自分のハートを信じる勇気が必要になります。愛を信じる勇気です、ね、仕事で上司が怖い、いや子供今日誕生日で申し訳ございません、できませんって、いや何言ってんだ、こんなでっかいクライアントの仕事だよ、何言ってんの、給料もらってる、何言ってんのって話だ。でその時に自分のハートを信じて、いや無理ですって断るスキルになるんだよね。自分のハートを信じるっていうのは嫌われる勇気とか、ね、そういう断るスキルになるんですよ。で現代の教育では、ね、大学のネゴシエーションクラスとかハイスクールとか高校のスペシャル的なディベートのクラスとか、ね、会議のクラスとかを受けない限りは断るスキルは教えていないんだよね。学校で断るスキルは教えていないんだよ。だから苦手なんだよ普通は、と思うよ。俺もめっちゃ苦手だったから、人断るの超怖かったもん、ね、で何が試されるのかっていうと、愛を信じるのか恐怖を信じるのか、恐怖の通りに生きるのか愛の通り、愛が言う通りに生きるのかっていうのがあって、まあ、ちょっとこの話はまた後、または別のビデオでもうちょっとね深く話していきたいと思うんだよね。僕は本当に出てる釘が叩かれるっていう時代が終わりになってきて、出てる釘は感謝される、そもそも人間は釘ではないですっていう話もあるんだけど、ちょっとね今日ユダヤ人大豪華の教え3、ユダヤ人3っていう本があるんですよ。で、まあ、本田健さんっていう、もう僕のもう大好きで、もう超先輩でメンターでやってね、もう本当に僕が恋をしている人の本で、ユダヤ人3っていうのがあるんだよね。でポイントは人間関係のメトリックスっていうところが入ってるんだけど、ちょっとねごめんなさい、今日ねちょっとこの部分一部だけ読ませてください、okay、ちなみにこのストーリーはケンさんが20代前半の時にアメリカに行って感情についてのセミナーに入って、そのセミナーの朝の日です、okay、ページ49、okay、では今から感情がいかにパワフルなのかを感じてもらうため面白いワークをやってみよう。2人組になって普段自分がどんな感情を感じていて、それがいかに自分の人生に影響を与えるかについて交換で話してもらおう。相手が話している間はその人が何を感じているのかを感じてみてほしい。いいかね。会場の人たちはそれぞれさっと2人組になった。僕の相手はトレイシーという女性だった。ブルネットのエキゾティックな美人で透明感のある人だった。僕より何歳か上かもしれない。彼女と向かい合わせに座ると僕はドキドキしてうまく感情に集中できそうになかった。話を聞いてみるとトレイシーはオランダでファッションモデルをしていた。
ボーイフレンドとうまくいかなくなってここに来たらしい。ボーイフレンドという言葉を聞いて少しがっかりしながらもホッとしている自分に苛立った。そんな僕を全く気にもせず彼女は悲しげに話を続けた。私は彼と付き合うまでは結構自分に自信があったんだけど、最近なんだか元気が出なくて、どうしていいかわからなくなってここに来ました。彼は有名なカメラマンなんだけど、ビジネスに忙しくて私と会う暇もないくらいなの。クライアントからは電話があった時にはすぐ飛んでいくくせにね。私はどうも愛されてないみたい。だから毎日気分も沈みがちだし、自信もなくしがちで、最近は体調も良くないし、何を考えても後ろ向きになってしまうの。こんなんじゃいけないと分かっているのに、そこから出られなくて。ため息混じりの彼女の話を聞いていると、僕の背中から嫌な汗が流れてきた。もう彼との関係をどうしたらいいのか分からなくなっちゃった。彼は愛してると口で言うし、バラの花束をどさっとも持ってくるけど、どこか上滑りな感じなのよね。僕が頑張っているのは君のために決まっているじゃないか。なんて言われても信じられない。もし彼の言うことが本当なら、どうしてもっと一緒に過ごそうとしないわけ。デートの時はいつも向こうは生き生きして夢の話をしているのに、私の方はレストランのインテリアが悪いとか、料理が冷めているとか、つい文句ばかりになって、自分でも嫌になっちゃった。もう彼とは別れた方がいいのかしら。でもその勇気もなくて、気がついたらここに来ていたの。ケン、あなたはどう思う？脈拍がぐんと跳ね上がり、ちょっと脇から好かれただけでその場に倒れそうな感じだった。彼女から意見を求めているのに、軽い打ち筒を打つことすらできなかった。玲子はこれを感じていたのか。トレーシーの話を聞いて、相当に鈍い俺も、玲子がなぜ家から出て行ったのかは分かった。そうか、彼女は大事にされていない、愛されていないって感じていたのか。全くそんなことは考えてもみなかった。次は僕が話をする番だった。トレーシーの大きな瞳を見つめながら僕は話し始めた。僕は日本から来たんだけど、実はとても大切な女性がいるんだ。結婚したまでは良かったんだけど、最近仕事が忙しくてなかなかゆっくり話す暇もなかった。頭では彼女が大事だと分かっている。でも体は仕事の方に向いてしまった。この仕事さえ成功させれば僕たちは幸せになれる、そう思って頑張ってきたつもりだったんだけど、それって僕たちのためになったんだろうかって、今君の話を聞いていてよく分かった。本当にごめん。僕は君のボーイフレンドの分も謝るよ。でも彼は決して君のことを嫌いっていうわけじゃないと思う。彼だってどうしたらいいんだ、わからないんだと思う。僕も一体どうしたものか、どうしたら彼女を取り戻せるんだろう。そこまで話したら自然と涙が出てきてしまった。トレーシーの目にも涙が浮かんでいる。僕にはトレーシーのボーイフレンドの気持ちが痛いほど分かった。トレーシーほど素敵な女性に自分がふさわしくないのって思っているので、一生懸命仕事を頑張っているのだろう。仕事で成功すればきっとトレーシーが振り向いてくれるのと信じているのだ。でもそれは間違いなんだ。そんなことよりも一緒に時間を過ごすことの方が大事なのに、それが彼には分からない。そして同時にトレーシーも、彼に構ってもらいたいのは自分が愛されていないからだと勘違いしてしまっている。なんて悲しいすれ違いなんだろう。玲子と僕にも同じことが起きていたのかもしれない。いくら仕事で頑張っても、それが二人の距離を遠ざけているとしたら、一体何のための成功なんだろう。っていう文章なんですよ。僕はこの話を聞いて、本当に成功っていうのは何なんだろう。ただ単に愛せるキャリアを持って、でそれで働いていくことが成功なのか、それか本当にキャリアという部分もあるんだけど、それは実際に人生の中の一部なのか、人生の成功を目指すべきなのか、キャリアの成功だけを目指すべきなのか、それはこれを見ている人は本当に自分でそれを答えを出すことができると思います。で、不思議なことがあるんですよ。愛せるキャリアに出会う前に、自分が望む人生を明確にしていくと、自然に愛せるキャリアが、転職がもっと早く明確になって、
本当に自分の転職のビジョンが見えてくるようになるんですよ。これは不思議なことなんだよね。後からやってもいいんだけど、出会う前にもできる。で、出会う前にやるともっと転職と自分の愛するキャリアと愛する人生がもっと早く明確に現実になっていくっていう不思議なことがあるんですよ。でね、じゃあどうやればいいのっていうと、さっきもちょっと話したんだけど、ね、自分がやりたいこと、プライベートでやりたいこと、平日何やりたい、理想の週末、理想の連休、理想のバカンスとか、ね、それどういうふうに生きていきたい、ね、自分の理想の家族と接する時間、恋人、彼氏、彼女、旦那さん、子供、ねね、お父さん、おじいちゃん、孫かもしれない、ね、なんか大好きな生徒さんかもしれないよな、こういう大切な人とどういうふうに人生を生きていきたいのか、ね、本当にその自分の子供の誕生日を見逃してしまうようになりたいのか、それは嫌だ。じゃあそうするとやっぱり自分が大切にしていくことを信じて進めていかないといけない。で、これを日本語にすると断るスキルを身につけないといけない。でね、本当にもしこれをしっかりとできないとどうなってしまうか、どういう仕事だけの人生ってどういう人生になってしまうのか、断れない仕事を、嫌な時も働かないといけない、ね、家族との関係、自分の人生、どこまで仕事のためにギブアップするのか、それともしっかりとビジネスを学んで、お金の経営とかお金を学んで、自分のやってるエネルギー、自分の時間はどのぐらいのお金の価値としてあるのかっていうのを、働きたい環境で働いて、でそういう面も大人、社会人と しっかりきちんと、ね、面倒を見てあげて、で仕事を断る、この勇気が必要なスキルを身につけていくのか、本当にね、こういう仕事を断ってしまうなんてダメだよっていう時代はありました。で、中にもある会社はいっぱいあります。仕事なんて断っちゃダメだよって。でも時代は今変わってきています。逆に優秀な人たちはそういう場所で働きたくないです。もちろん大手企業とかは永遠に残るでしょう、ね、でもやっぱりね、そういうインスタグラムが ね何億円何百億円で売れたんかって、スタッフ12人だったから ね。こうやってやっぱり自分の価値を知っていて、もっといいサービスを提供したい、自分の才能を使ってもっと誰かのために役に立りたい、で幸せに働きたいって思って、それが実際にできる人はそのような仕事を断れないっていう場所で働かないと思うし、逆にそういう人になるには仕事を断るっていうスキルを持っている人が多いと思うんだよね。だから最初は非常に難しいんですよ。本当に難しいんですよ、仕事を断るっていうのは。で、まずはちっちゃいところからやって、ちっちゃいところを経験にしていく、ね、普通だったら10時半に帰るんだけど10時に帰れるようにする、そういうちっちゃいところから始めて、あ、やっぱりできるんだっていう感じで少しずつ自信をつけていく、そういうふうにやると本当にいいと思います。で、最後に追加したいんだけど、断る時の一瞬の辛さであるよね。やっぱノーっていうの怖いよね、断るって。いや、すいません、それ無理ですって。でもその何分間の怖さは、それを断れない人生の何年間、ひょっとしたら何十年間の辛さと比べると、その数分何秒の辛さの方が痛くないんだよ。で、逆にね、断った方が正しい時もあるんだよ。断らないと相手気づかないかもしれないんだよ。例えばお前、働け働けって言っている嫌な上司でね、本当に人の人生をろくにしてない、もうダブダブにしてて、もう本当に自分のスタッフの人生、
恋愛関係とかぐっちゃぐちゃにして山ほど働かさせてる嫌な上司がいるとしようよ。でその時部下が断るじゃん。上司、それおかしいですって。それは違うと思いますって。それすっごい良くないと思いますよと、ね。そうしないと、その人もずっと悪いことやってるわけやんだよ。その人の悪いことを止めることができたかもしれないんだよ。ね、ちょっと極端な話、ブラック企業の社長いるじゃん。超あれバッドカルマじゃん。で、そういう社長がいるとしようよ、ブラック企業で。そういうバーってもう人の人生をドブドブにもうひどい環境にして本当に悲しいことを人にやってる人たち。これでブラック企業の社員が全員一回同じ時間で断ったっていうようにしようよ。仕事辞めます、これおかしいですって。おい、何言ってんのよ、別のクライアントどうすんだ。知りません、断ります、辞めますって。で300人全員が辞めたとしようよ。どんなにいい素晴らしいレッスンになると思う、そのブラック企業の社長に。ラッキーだよ、そのブラック企業の社長に今気づくことができて。まさにその断る勇気のおかげで相手のためになることができたんだよ。だから断るっていうのは怖い、襲われるかもってもちろん思うよ。でもこれスキルだから、学べることだからね、心配しないで。今は無理かも、怖いよ、そんなことないよって言ったら安心してください。実はこれ学べるんです、本当に。で徐々、もう本当にゆっくり運転免許証取るみたいに、最初安全なところから学べていって、ちょっとずつ実際線みたいなのやっていって、これは1年とかかけて実際につけれるスキルなんですよ。だから極端に全部断らないといけないっていう話じゃなくて、少しずつね、安全なところから学べるスキルなんだけど、ポイントは実際にこうやって断るときは怖い、でもずっと嫌な人生を生きてるよりはいいと思う、ロジカル的に考えると。で逆に断るとね、相手のためになることもある。相手が気づく、相手の悪い行動を止めることができる。それも忘れないでください。なのでその仕事だけを見に行くっていうのは、本当にね、仕事好きな人たちは、ね、本当に偉い人、本当にいい人たちは、ね、本当に心がいい人たちこそ頑張るよね。心がいい人たちこそみんなが働いてるから俺も頑張らないといけない。でそこのプレッシャーでちょっとネガティブなゾンビに噛まれてさ、バーってなって、で働いていない人見ると、なんでお前そんなに働かないんだよ、働くのが普通だよって言って、どうしてもネガティブな状況にそういうのが出ちゃってるだけなんだよね。だから嫌な人がいたら、それはね、いい人だっていう証拠だって思っちゃってもいいよ。この人はいい人なんだけど、今嫌なことやっちゃってんだなって、そういうふうに人間を見ていくとね、怖いもん出てこないよ。怖い人間が消えるよ。 All right、まあ、今日もね、ちょっとね、長い話を聞いていただいてありがとうございます。でこのユダヤ人3、この本はユダヤ人1、2読まなくても3は絶対読んだ方がいいと思います。で特にこれはクリスのマストよく聞かれるんだよね、クリスが絶対おすすめしている本は何って。これはその一部に入ります、人間関係のメトリックス。僕は本当にこの情報を知ることによって本当にラッキーだと思う。ぜひ読んでみてください。 All rightThank you so much for checking out the video. 本当にね、これでやっと長いシリーズ終われたね。編集も楽になるよね。ね、いや本当にこれでね、一発僕が本当に生きてる間に残したいみたいなメッセージがね、一部記録に残すことができたので、本当に僕感謝しています。今日はお祝いします。シャンパン飲みます。本当にここまでついてきてくれてありがとうございます。で本当にね、これをマジ真剣にやりたいってなったら、僕はこれは有料です、ね。有料のコースを僕はそれをやっています。僕はそれで生きています。で僕のスタッフとかみんなにいる一生懸命頑張ってくれている人たちも、このコースをやってくれている人たちがいるから、生きていくことができる。本当にもう感謝の気持ちです。いっぱい
いうね、本当にやりたいんだったら、あのいや一応早かったら6週間で終わるんだけど、多分2ヶ月とか3ヶ月ぐらいかけてやるようなコースがありますので、本当に自分が好きなこと、すべて昔の好きなこと、未来でやりたいこと、理想のライフスタイル、働く環境、ビジネスの5つのこと、マーケティングも本当にいろんなね、あの経営者みたいな知識も入るし、僕が実際にどうやって本当に転職に出会うのかと、でまだ転職と出会ってない、愛せることに出会ってない人はどうやって出会うかっていうのを、まあ、本当にねこの4本シリーズが長くて楽しかったら、興味があったらぜひ一回受けてみていただければ、本当に30日完全保証がついているので、本当にいやちょっとこれ違うな、自分に合わないなと思ったら、ごめんねクリス、これ合わないよって、本当にメール1本でいいんで、もう本当に完全保証がついているやつなので、それもやっているので、もしそれに興味を持っていただければ本当に幸いです。であとセミナーとかもやっていますので、ぜひウェブサイトを確認していただければ幸いです。All right. Well, thank you so much for checking out the video. And, 本当にこれ最後見てくれて本当にありがとうございます。All right. I love you guys. And I hope you have a wonderful, wonderful day and an amazing life. All right. I love you guys. Okay. Thank you. Bye.